2006年3月29日の日食2006年3月29日の日食は2006年3月29日に南アメリカ、北アフリカ、ヨーロッパ、西、中央アジアで観測された日食である。北アフリカ、西アジア、中央アジアで回帰日食が観測され、その他の地域でも部分日食が観測された。国際宇宙ステーションから見たトルコ周辺の地上の 様子。上部中央の島は、キプロス海域帯が通過した、海域日食が見えた地域は、ブラジル北東部、コートジボワール南東端、ガーナ、東後、ベナン、ナイジェリア、ニジェール、チャド北西部、リビア、エジプト北西部、ギリシャのカステロリゾ島、トルコ、ジョージア、ロシア、モンゴル北西端だった。また、海域日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、 ブラジル東部、フランス領ギアナ東部の約半分、アフリカのほとんど、グリーンランド東部、ヨーロッパのほとんど、シベリア西部、西アジア、中央アジア、南アジア北部、中国西部、モンゴル中西部、ミャンマー北部だった。パリ県問題は学生とコーディネーターなどを観測隊としてベナンサバルーに派遣した。現地の会期食の始まり学時18分27秒で、 観測隊は、画質の良いコロナの写真を撮った。また、トルコ海岸に近い、ギリシャのカステロリゾ島は、欧州連合の領土の内海域隊が通過した、唯一の場所だった。現地の海域食の始まりは、約10時53分で、海域食の持続時間は、約3分だった。アメリカのウィリアムズ大学は、島で複数の実験を行い、コロナを写真を撮った。地面と、 宇宙から撮った太陽の写真を比べて研究するため、双方探査機も同時に宇宙から観測した。もう一つの研究は多重散乱が存在する環境で 3D 模型で海気体のうちの高度を推計することだった。実験はモンテカルロ法で空の色と明るさを予測し、コロナが直接照射することによる影響も研究した。それらの目的は、 今後の日射量研究を計画して最適化することだった。ロシアの科学者は北高ーカサスに位置する雪山に囲まれたヨーロッパ最高峰エルブルス3から25キロ離れた標高1800メートルの爆産川渓谷で回帰日食を観測しコロナの変更などの現象を研究した。当時ムアンマル・アルカ・ザーフィーが指導したリビアは パンアメリカン航空103便爆破事件で制裁され、アルコールも厳格に禁止され、地中海沿岸で観光客が一番少ない地域だった。観光業を推進するため、リビア政府は5つの国営観光会社を動員して、大量の観光客に対応した。また、サハラ砂漠の内部に位置する観測条件が極めて良いワウアンナムス地区で7000人を収容できる。 テント村を建設した。ただし、テント村に入ることが許可されたのは、天文学者のみで、一般の観光客は、エジプトとの国境付近のバタン地区に、ガイドされた。しかし、リビアは、各国の観光客を誘致しようとしても、イスラエル人に対する入国禁止は解除されなかった。アメリカナサの科学者も、リビアの科学者と合同に観測と研究を行い、写真とビデオを撮った。 中国天文学会は20人の観測隊をエジプトサルームに派遣した。当地はリビアと国境を接し、リビアと同じく良い天気に恵まれた。観測が成功して観測隊はベイリービーズ、コロナ、公園などの写真を撮った。当時のエジプト大統領、ホスニームバーラクと国防大臣、ムハンマド・フセイン・タンターウィーなどの官僚らもヘリコプターで現地に訪れ、 各国の科学者と観光者と共に、回帰日食を観測した。トルコ中央アナトリア地方の平地にある一部の村には、日食後の数日間で、大きな地震が起こる噂があった。そう予測した研究者もいた。トルコで見られる、前回の回帰日食、1999年8月11日の、日食の6日後である1999年8月17日に、イズミット地震が、 確かに発生したことが住民らに恐怖を広げた。政府はその恐怖を緩和しようとしたが、肉猿などの村の住民らは必食後2ヶ月間に元の居住地を離れてテントに住むことを要求した。会期日食の翌日、オーストラリアとニュージーランドの衛星放送が約13時間中断され、約55万人の視聴者が影響された。 運営担当の会社スカイテレビジョンは、アップテス衛星 B1 が故障した前に、月の影にあったため、まず電池の充電が必要で、通信が同時に回復するのはできないと発表した。しかし天文学者は、衛星が月の影にいたのは4分間だけで、いわゆる停電も、日食中ではなく日食後の約21時間で、その発表が非科学的な言い訳だと指摘した。 ありがとうございます。